100日か、はい、当初は慎介最後の試合っていうのも考えたこともあったわけであってね、俺の引退をもって猪木さんあたりが築き上げたプロレスというものが多分終わるんじゃないかと思ってさ、うんうん、普通のおじさんに戻りたいってもう普通のおじさんに戻れねえよ武藤さん、引退試合まで、うん、明日で100日らしいんです。100日、だけどね、なんていうの、早く来てほしいなっていう気持ちもあったりするんだよ、俺の中にもさ、いい武藤刑事と悪い武藤刑事がいてさ、うん、もう引退決めたからもう練習もそんなにやんなくてもいいじゃんとか、うん、そそのかす武藤刑事もいるんだよ、だけどきっちり、ね、引退試合までベストを尽くして頑張ろうよっていう武藤刑事もいつも戦ってんだよ、少しずつやっぱり体調とかも崩れて、体調っていうかね、コンディションやっぱりね、もともと股関節とかね、よくならないわけだからさ、周り見てる人はさ、ね、最後はあの人とやってくれ、この人とやってくれとかさ、いろいろあるんだけど、やっぱり自分自身なんだよ、戦いが、自分自身で、だからさっき言ってる、悪い武藤刑事で、いい武藤刑事で、いつも戦ってんだから、あとはもう、大きな敵はさ、コロナだよな、またコロナが少しずつ多くなってさ、引退試合の時、俺がコロナになって出れなくなったなんて、シャレにならねえだろ、変わりねえもんな、こればっかりはさ、プロレスって絶対一人じゃできないんだよ、ね、で、これっていうのはもう相手もあるし、俺がコロナにならなくても相手がコロナになったら終わりであってね、相手が怪我したら終わりであったりとかしてね、これはね、まあ戦ってる選手だけでもなく、いろんな人がね、相まってこうやって興行って生まれるものだから、いい興行になるか悪い興行になるかっていうのは、まあもう水物で分かんないですよ。その中で武藤さんは、美しいゴールを飾りたいっていう思いが一番強いですか？何を思って美しいとかっていうのも、みんな人それぞれ、そのね、プロレスって、ね、10人問える見方も違うわけであって、何が美しいかってまだ分からないけど、まあとにかくベストを尽くすことが美しいことだの、だなとは思ってんだけど、やっぱりね、100日あるわけで、やっぱり練習もしていかなきゃならない中でさ、難しいのは追い詰めた練習も意外とやりきれないっていうかさ、また故障につながる可能性もあったりとかさ、すごいこう、なんていうの、バランスを考えなきゃならない、難しさっていうのもあったりするよ、それに東京ドームに至るまでにも、まあ、ビッグマッチはずっと続くわけですしね、グレートムタ含めてね、まあ、その中で、まあ、一番、まあ、にインパクトを与えたのが元日に行われる、グレートムタと、新助中村の一戦、これがまあファンの間です非常に、反響がありましたけど、この反響について武藤さんどう思いますか？まあ、なんていうの、いろいろ交渉するにあたって2点3点したこともあるんだけど、ね、当初は慎介最後の試合っていうのも考えたこともあったわけであってね、なるほど、引退試合、引退試合、ある意味アメリカで活躍した、ね、レスラーの新旧の戦いというふうな見方もするかもしれないけど、まあグレートムタは、時間も、ね、時も場所も、関係ないからな、そう、関係ないから、そういう戦いを、見せたいなとは思ってますよ、武藤刑事引退試合の相手としても考えたっていうのは、まあ、それだけ中村選手の評価が武藤さんの中で高いということですかね。そうですね、まあまあ、いや、実際は試合は見てないんだよ、活躍してるのは知ってるんだけど、その、まあ、WWE のリングを追ってこんな見たりはしないからさ、どんなことをするのか全然わかんないんだよ、ファンだって、ね、見たいものにこう、足を運ぶわけ、会場までね、の、なんていうの、その、マッチメイクのセンスというかさ、そういうのが、ね、
良かったよね、俊介だったのね、そうですね、武藤刑事は俊介とはやってるけどね、うん、グレート・ムトは俊介とやってない中で、はい、やっぱりね、うん、ワールドワイドっていう意味合いがもっと強くなるからね、うんうん、今野川はね、海外にも外にも打って出ていく時だからさ、うん、ある意味そういう部分で言ったら、うん、面白いマッチメイクだなと思ったりしますよ、うん、なるほど、武藤さんやっぱり自分の引退ロードで、ノアに貢献したいって思いも強いですか。そうですね、うん、ただ貢献するも何も新助対グレートムタって反響があるっていう中でさ、おそらく日本武道館もいい形になると思うんだよ、いい形になると思うんだけど、うん、ね、俺が辞めた後の、うん、ね、ノアを支えてるのはこの、ね、今バリバリに頑張ってる選手たちだからな、はいはい、もしかしたらグレートムタって新助の、ね、試合を見に来たファン、うん、ばっかりかもしれないけど、うん、そのハートをつかむのは、うん、その選手たちだからね、うんうん、これはもう実力ですよ、うん、努力ですよ、あと、うん、ね、うん、剣王選手も、うん、清宮選手にグレートムタと新助の仲間に話題を取られてる場合かっていうような発言ありましたけど、うん、それぐらいの気概がないとダメですよね、うん、俺たちの方にそんな噛みついてもしょうがないじゃん本当は、うん、だからこいつらはこいつらで、ね、どれだけいいもの、うん、リピーターを増やす作業ができるかじゃん、はい、そこで掴みきれるか、うんうん、もしかしたら初めて見るやつもいるわけであって、はい、ね、それはもう今頑張ってるやつらの力ですよ、うんうん、まあ期待してますよ、ね、なるほど、そこは、はい、ね、うん、まあ、武道館は新助中村、そして、うん、横浜アリーナスティングの参戦も決定して、うん、こういうビッグネームが立て続けに、決まって、うん、東京ドームとなると、しかも武藤刑事、引退試合となると、さらに期待が高まると思うんですけど、そんな期待しない方がいいよ、こんなもの、うん、限られた畑で、うん、あれするだけだからね、これ、うん、もう未知なるなんとかっていないわけだからさ、そんなに期待しなくたっていいですね、うん、お父さん、対戦相手に限らず、どんな引退試合にしたいっていう考えありますか。分かんないよ、分かんないよ、理想の引退試合像みたいなので、多くの先輩方が引退されていくときは、はい、まあまあ俺も見送ったことあるんだけど、引退試合も 何件か俺も参加してる、はい、あんまり記憶に残ってねえんだよな、人のレスラーの引退試合って、だからそれだけ難しさもあるのかなあなんて思ったり、新日本時代ではまあ同じ東京ドームで長州さんの1回目の引退試合があったり、うん、全然それ記憶ねえんだよ、うん、2回目の長州さんの引退試合はまだ記憶してるわ、新しいから、うん、猪木さんの引退試合の最後の試合っていうのはなんとなく記憶してるけど、インパクトそんなに記憶残ってないですね、うんうん、引退試合だけでもみんなの心に残るものにしたいみたいなのってあります。まあ残ってほしいけど、だけど、うん、それはもう分かんないな、うん、方法論もね、うんうん、まあ、プロレスに限らず、うん、まあ、いろんなスターの引退とか解散とか、うん、そういうのあるじゃないですか。例えば、まあ、例えば長嶋さん の引退とか、巨人軍は永遠不滅だったね、はい、うん、とか、例えば山口百恵さんの引退とか、キャンディーズ解散とか、キャンディーズ解散とか、マイクを置いてたね、じゃあリングシューズ置いてくかとか、普通のおじさんに戻りたいみたいな、もう普通のおじさんに戻れねえよ、もう伝説になるようなラストっていうのは、まああんまり、そこ狙いすぎない方がいいと思うんだよ、狙うときっといやらしく見えたりとかする可能性の方が多いと思うんだよね、特に最後の東京ドームとか、ただでさえ、はい、なんていうの、少しこう、なんていうの、涙腺が緩んでるっていうかさ、はい、最初から少し、なんていうの、寂しさを持って試合を見るわけだからさ、難しいと思うよ、きっとその、うんうん、気持ちをキャッチするっていうのはね、もう分かんない、もしかしたら笑いながら手を振ってバイバイってするかもしれないしね、うん、そのぐらいのがいいのかもしれないし、うんうんうん、猪木さんみたいな道なんて読めねえからさ、うんうんうん、あんな長い、あんな文章暗記できないよ、うんうん、
コロナとかも本当に気をつけないと。だからやっぱり自分でもね、少し気をつけていかないと、いろんな部分ね。かといってチケット売ってるんでしょ、もう。売ってますね。うん、どうするんだろう。じゃあ本当にこのカウントダウンをなるべく進めたいっていうような。そうだね。そのね、ゆったり進んで余韻を楽しみたいっていう気持ちではないやな。なんとしてでも成功させたい、俺もいるわけだからさ。それこそまあ時代性ですね。大変だよ、だからスティング呼ぶになるんだって。円安でさ、そうです、ね、ギャラが 1.5 倍くらい高くなるのか。、ね、確かに、本当に。というか多分、まあ、猪木さんも亡くなられて、うん、まあ、俺も、ね、猪木さんの弟子であって、うん、はい、多分俺の引退をもって、うん、その猪木さんあたりが築き上げたプロレスというものが多分終わるんじゃないかと思ってさ、うんうん、猪木さんが築き上げたプロレスって、馬場さん築き上げたプロレスっていうのはもう民放と一緒に発展したプロレスであってね、もう俺らの時はもう民放も徐々に力なくなっちゃって、うんうん、一番状態が悪かった時なんだけど、うん、ね、今はもうね、ネットの世界だからさ、うん、まあどんな戦略もできそうな気がしてね、うん、だからこういうペーパービューなんて、ペーパービューなんて俺が一番最初アメリカ行った時からあるんだから、うん、アメリカでは、うん、で下手したらだから30年遅れてるってことだからね、うん、アメリカってだってケーブルとかだってテレビってタダで見るもんじゃないと思ってるからね、それが常識で、日本人は絶対テレビはタダで見るものだと思ってるから、その違いってありますよね、だから多分こういう、ね、ツールというか、こういうものを築き上げたプロレス界っていうのは強くなるんじゃないかなって、あとはこれまた国の壁もなくなるからね、これ。ああ、変な話、ね、世界中での戦国時代になる可能性もあるし、俺は本当は30年若かったらよかったななんて思ったりし本当は知ってますよ。で、ね、俺 K1 のタケルとも親交があるからさ、タケルと天心なんて、ペーパービュー50万件以上の人が主張してんだよ。50万件っていうことはさ、家族で見てたらさ、4人で見てたりするからね。下手したら倍ぐらいの人は見てる可能性あるわけであって、でそれがまたそのままお金になったりするシステムだからさ、絶対プロレスだって狙おうと思ったら狙える数字だと思いますよ。本当はな、1日がペッパービューの良かったな。こればっかりやな。だけどある意味、なんていうのかな、会場に入りきる人数って限られるわけだからね。だからアベマで見れるんだよね。そうですね、アベマで見る人が増えるわけであって、でさっき言ったそこの現場のレスラーたちが素晴らしい試合をしてくれたら、もしかしたら、あのドームの方にも流れる可能性があるよな。あれなんかすごいじゃんって、もっと食い込んで見てみたいなとか思うファンもいるわけであってさ、だから結果的には良かったと思うんだよ、こうやって、一番話題、なんか話題のある試合が、ね、アベマでやってって、その男はデビュー当時から天才と呼ばれた。男の才能はすぐに世界へ響き渡った。39年間に及ぶプロレスリングマスター物語、最後のページは東京ドームが舞台。ラストシーンは涙か笑顔か、それとも絶叫か、誰にもわからないこのラストを見届けようじゃないか。チケットはノア公式サイトをチェック。